武士道ルネッサンスパート22の括弧2ですここでは第11章「国旗」に出てきた言葉や語句人名等について説明します99ページをご覧くださいえまず1行目 つぶやかずして忍耐することを生むという言葉がありますこのつぶやかずしてという意味は不平不満を言わずにという意味でありますそれから三行目のストイック的神聖という言葉が出てまいりますこのストイック的神聖というのは喜怒哀楽の 感情を抑える国旗の気質のことを言っております金欲的なあ気風のことでありますそれから次に百二ページに進みまして、えー、カノフランス人 タレランといいう方の名前が出てまいりまりすこのタレランという人物はフランスの政治家でありまた外交官であった方であります。最初は聖職者だった方なんですが革命家になりましてナポレオンの下で外務大臣。 それから王政復帰後ままたた外務大臣に就任した人物であります1815年のウィーン会議ではフランスの国益を大いに擁護いたしまして絶えず日の当たるところを生き抜く実にその先見性のある無節操者と言われている人物であります。 それから立て続けに出てまいりますが「人生優秀王子」という言葉が出てまいります。これはこの通りで「人生は憂いが多い」という意味であります。でその下に「恵者浄リという言葉が出てまいります。これは「この世は無常で会うものは必ず別れる」。 という意味でありますそれからそのすぐ下の生者必滅これは命ある者は必ず死に滅びるとそういう意味であります。それから次につぶやかずしてたうることを学べという高貴なる方変トルレルンの高貴なる語が 発せられしはるか前からう々のという、えー、弁償が出てまいりますが、えー、ここに出てきました「高貴なる方変チョルレルン」えー「方変チョルレルン家」はプロイセンの王家であります。でこの言葉を言った方はフリードリヒ3世でありまして、えー、このフリードリヒ3世が「 あ在位数ヶ月で帰還、えー、支援で、えー、死んでゆくときにウィ、えー、ルヘルム二世に言い残した言葉であります。小言を言わずに頼ることを学べという意味であります。要するに、えー、不平不満を言わずに耐えることを学べという意味で ドイツ語ではレルネンツーライデンオーネクラーゲンと言いますこれがつぶやかずしてたうることを学べそれでこの言葉の後にそれこそ私があなたに教えうる唯一のことであるという言葉が続いていきますそれから次に 我が国民の「笑い癖」についてはデモクリトスその人にもう々ぬんという文章があります。でここで「笑い癖」という,う言葉が出てくるわけなんですがこれは原文を読んでみますとアブデラ的傾向とありますなぜ「アブデラ」的「傾向」が「笑い癖」というふうに訳されるのかといいますと。 このアブデラというところはギリシャの北東部トラキア地方にありまして営業界ににんだところに位置しておりますで、えー、ここの住民は愚かで笑うという定評が昔からあったということによりましてここは「笑い癖」というふうに訳したと。 いうふうに思われますそれからその下のデモクリートスという,う聞いたことのある方もいるかも分かりませんが名前が出てまいりますデモクリートス、えー、この方は古代ギリシャの唯物論の哲学者でありますで先ほど申し上げたアブデラの出身であります でこの方は人生の虚なしさをいつも笑っているので「笑う哲学者」という異名を得たと言われている人物であります。で次に104ページに移りまして。えー 偏狂気形という聞き慣れない言葉が出てまいりますこれ偏狂気形というのは歪んだ快なものえ歪んだえおかしな形をしたものという意味でありますえそれからあまたデモクリトスが 思考前と呼びしところのエウテミアの状態に到達するにあるということでデモクリトスの名前が出てまいります、えー、前にも説明しましたがあ再度説明、えー、させていただきますデモクリトスギリシャの哲学者古代ギリシャの唯物論の哲学者でありまして原子論を確立した方であります でこのデモクリトスの倫理学におきましては政治の喧騒や神々への恐怖から解放された魂の安静すなわち次に出てまいりますエウテミアの状態が至高然とされるわけであります。それでこのエウテミアでありますがこのエウテミアというのは 正論とか快活とか静音と訳されております。要するに何者にも動かされない内心の平安のことであります。それをエウテミーヤと言っております。でここでニトビーナ像が・ナゾが「しかして国旗の理想とするところは?」 我が国民の表現に従えば心を平らかならしむるにありあるいはギリシャ語を借りて言えばデモクリットスが四考禅と呼びしとこ頃のエウティミアの状態に到達するにあると語っているわけですが、えー、ニトベの言いたいことは国旗の理想は、えー、まあ あくまでもどんない,いついかなるどんな時でも場合でも常に物資たるものを心を平らかに虚子沈着に精神平静にえ平らにしているということであるしまたギリシャ語を借りて言えばデモクリトスが至高然と呼んでいるところのエウテミアの状態すなわち どんなことにも何者にも動かされることのない内心の平安の状態そういう心の平安の状態に到達することなんだとそういうことを言っているのであります。私はそういうふうに解釈しております。 えー、これで武士道ルネッサンスパート2にの括弧2を終わりますこれは武士道所属用辞典ですこの武士道全体を通しまして意味不明なところわからない言葉や語句人名等がありましたらご質問してください このサイトでわかる限りのことはお答えしたいと思います。次にニトベイナゾーの英語の原文を所属する武士道ルネッサンスパート2にの (3) に進みます。引き続きご覧ください。